はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ、今回もね、みんなの動画を見ていくんですが、まずこちら、コープレイ見せプレイまとめ、音楽なしということで、ちょっと僕が BGM ぶっ込みます。さあ、アルシュワースのね、見せプまとめということで、多分今までね、投稿されたやつの、ま、いいとこ取りかな。もう本当にもう、いいとこ取り、そんなんいいんですかって感じの内容だと思うんでね。さあ、もう一発目のプレイから、なんだこれは。メテオに行くんか。そしてどんだけどんなんやねん。俺てっきり戦場台の上でさ、上バーストすると思ったら違う、駒をバウンドさせるっていうね、バンクショットしましたけどね。さあ、ルイージ上投げ、上投げが流行ったのはもうアルシュワさんのせいじゃないのかと思っちゃいますけどね。上投げ即死コンボなんて誰も知らねえぞ。さあ、これ受け身失敗したらもう無限に入ってしまうとかいうやべえやつなんですが、うまいこと決めて受け身、あんだけられたらもうね、もう多分コントローラー離してますから、2回目の受け身もね、多分できません、相手は。さあ、すぐコンボ。ジョーカーの読みカウンターはね、強いんだよ。だってやっぱりさ、コンボ、繋がってくると思うじゃん。だから暴れますよ、敵は。だけどそこを読んでね、しかもまあ下火ってのが大きいですよね、あれをカウンターしてると。さあ、もうね、台の付け方うまいな、やっぱりね、台の付け方がほんまにうまいという印象。さあ、上の、言ってるやん、台がうまいって、ほら。言ってるやん、ガノン。今もう鎖骨のところがね、あの左足右足で鎖骨の間に足がぶっ刺さってました、リドリーの。さあ、今強撃2回止めしてカウンター待ちました。もしかしてカウンター待ち、カウンターあえて刺して受け身展開という、まあ受け身なんて多分ね、義務教育ですから、そっからのねコンボも入っていくと。やばいね、この見えている先が違うね。なんか勝つことよりも、まあ、こんなん言っちゃあれやけど、勝つことよりも、どれだけいい見せっぽができるかっていうことに、ちょっと人生、スマブラ人生を注いでいそう。出なかったらこんなクオリティは無理ってことでね。さあ、ルイージ、どんなコンボしていくのか。今何回掴んだ？そんなに掴み入るんですか？クッパって。さあ、100% 超えてますが、無限にもっと。138% コンボと、さあ、ワニ来ましたが、多分、やられ役と。さあ、シューズブームされました。何が入っていく？王冠持ってますよ。だからそのパターンでマジンケンするようなやつも昔ありましたよね。俺、決めてよは安定卓なのか、いや、それでもむずそうやな。マジンケンの方が逆に安定卓たくかもしれんな。だって、この作の歴史だって結構判定がシビアやからね。あははははいや、いや、何もうチームもね、本当に、怠慢の見せっぷりに負けず劣らずとか、やっぱチームの方が珍しさもあり、派手さもあるから、こっちの方がなんかね、凄さを感じちゃうけど、ところは魔人剣して地獄門魔人剣、これさめちゃくちゃ気持ちよくない？すごい、なんか編集入ってきました。たかし VS 誰かって感じか。あ、いいね、たかし別剣。俺原作知らないけど、多分これは激アツなんやろな、多分原作生活すると。あ、二人のチームか、戦うん違うタッグコンボってことだよね。さあ、もうドンキ獣駆除、うん、我々の陣地に入ってきた獣を駆除するコンボということでね、もうやりすぎ感が、トラップとかやりますけどね、野生の動物に対しては。もうこの二人はもう拳で、いましたよね、拳でクマ撃退した、ご老人というかニュースで。もうそれですわ、それの先祖、それの先祖がこの二人ということだよね。何パーまで入った？そうかって言わな、もうドンキ、好きなかったわ。抜ける好きなしやった。いや、やっぱりまとめとなるとね、レベルが上がってきますというか、もうね、もう、ごめん。泣いてる俺今。真夏の見せプレイ初2。とは前回も見ました、この人の見せプッシュなんですけど、まあなんかね、そんなコンボするっていうのが前回あったんで、今回もちょっと期待して見ていきますが、まあこれはうまいね。回避読みの上京、シュートだけ魔人剣と。さあ、大乱闘のラストにね、残った2人で決めるコンボっていいよね。うわ、上京ガロー先生ね、これはアップデで修正されたね、ガロー先生の、まあ、出だしの速さとかを生かしたコンボだけど、あれマジで確定するんでね、今何で死んだ。先端でありえんほどぶっ飛んでいきましたが、さ、プリント、おい、あははは、空砲振ったらね、なっちゃう。うん、やっぱりなんかコンボキャラってああいう歌うのに引っかかっちゃうとかあると思うわ。さあ、これは、え、皆さん気づいてますか、ドンキー全部暴れてる空中攻撃で。多分回避間に合ったのかな、わからんけど、全部なんか空連とか空中前とかでちょっと暴れるようなモーションが見受けられましたけど、もうドンキー何としてもあのコンボ、攻撃暴れ、抜けたかったんかな。さあ、これもう暴れちゃってる。気持ちよくなっちゃってるわ。さあ、これは、さあ、チーム戦かな、リザードスネークと。さあ、いいコンボ決めてるよ。おい、ぬるーっと。
フレアタイム当たってなくね。今ぬるーっとさ、コンボをするったらさ、スネークのニキータが後ろからぬるーっと来て最後のとどめを刺してくるっていう。まあ普通に強いかもね、あれね。あのコンボを外したりね、あのウィザードン側のねミステップを避けた先にニキータが打ったら超強いからね。ちょっとぬるーっと当てに行くのもちょっと面白かったけどね。さあこれはどのチームや。カービィガロンと、それうまいね。今のコピーして上に上がったテリーをレッキメリオって感じ。それちょっと深いな。やっぱこの人の人見てほしい。なんか予想外のプレイ多いね。同じ傷受けてます。なんかまたどうやってサムネ作ったんやっていう。あ、このタイミングか。なんかあの10日画像みたいなサムネ作るのうまいですね、この人ね。さあ同じ傷受けてますとは一体どういうことかな。はい、なるほどね。あ、スタンド的な感じ。ジョジョ好きに分かりやすく言うなら、なんか知ってるよ、ホムラと光はなんか動物人物みたいなあるけど、もしかしてネックスもなんか攻撃食らうとつながってるのかな。その痛みを共に受け流すというか、もう本当に同じ痛み、死んでる。もうレックスね、あの夕飯食っとる時にホムラ光が即死攻撃されたらうわってなっちゃったこと。なんか言ったこいつ。今あのじじいなんか言った。なんか言ってましたけど、なんかすごいやだ、かわいそう。すっごいいじめられてる。角も破壊されようとしてるけど。何これ、グロ。はい、というわけで本画もね、みんなの動画を見ていったんですが、皆さんごめんなさい、あの動画の冒頭にさ、いつも毎日夏休みは毎日日本投稿でコメントほぼ返信って、あー、コメントほぼ反応って感じだと思うんですけど、ちょっとね少しして返せなかったんやけど、この動画作り終わったら返します。なんで今日多分いっぱいコメントしてくれる人はね、あのコメント反応返ってくると思うんで、でいつもさ、あのほぼコメント反応とか出るよ。あれどういう意味かっていうと、ほぼコメント返信でもいいんですけど、なんかねコメント毎回返信返ってくるの鬱陶しいと思う方もいるかなと思って、あのまあ返信した方がいいかなとか、あのね、あの返信しやすそうなコメントは返信してますということで、なんかね、何でしょうか、なんか1個目みたいなやつに毎回ありがとうとか言ってもあれやし、なんかね、なんか鬱陶しくない、多分鬱陶しいと思うんで、まあ返信すべきかなってやつは返してますということでね、それがあのほぼコメント返信の意味ということで、でほぼ動画毎日日本投稿は俺ほぼって書いてたっけ。まあ日本投稿は多分今頑張ってますけど、皆さん夏休みは日本投稿って言いましたけど、まだ7月俺もう夏休み中盤みたいな気分なんですけど、あのチャンネル見てくださいよ、すごいよ、まだ始まってす、夏休み1週間も経ってない気がするんですけど、もうすごいよ、多分1週間で多分今もう十何本も動画上がってるけど、うん、もう俺8月20日ぐらいの気持ちなんですが、僕にとってはまあ忙しくもあり、多分ね、あのコメントもいっぱい作んでちょっと楽しい8月だと思うんですけど、ぜひね、コメント、全然俺が忙しいからコメントしやんとか違ってね、いっぱいしてください。連投は許さんけど、よろしくお願いします。